名の浜タクシーは、福岡県福岡市西区を中心にタクシー、貸切バス、乗り合いバスを運行する事業者で、他の3社と共同で、西田区無線グループを構成している。福岡県、貸切バス協会加盟。本社を、福岡県福岡市西区おど4丁目19番地20号に、置き、バス、タクシーの全車両を同一施設で管理している。やよタクシー、城南タクシー、 大池タクシーの三社とともに、西拓無線グループを構成し、同グループの中核的事業者となっている。車両は小型車とジャンボタクシーを保有している。車種はトヨタ車に統一されている。車体色は白一色、または少数の黒一色がある。かつては、限界タクシー、スセンジタクシー、富士タクシーも西拓無線グループに加盟していた。2002年7月1日より、 上記3社と共に850メートル以内の運賃を350円に値下げしていたが、現在は中止しており、標準的な初乗り運賃となっている。5000円以上の区間における遠距離割引制度も設けている。今宿名の浜線、渚号2006年11月1日に昭和バス路線の一部区間が廃止となったことにより、今宿地区の公共交通が消滅することから、 その代替として運行開始された路線である。廃止区間の一部で2006年11月1日より1年間、福岡市西部乗り合いタクシーマイクロバス社会実験協議会を運営主体とし、名の浜タクシーが運行主体で社会実験を行った。試行期間終了後の2007年11月1日より、福岡市から補助金を得て本格運行に移行した。愛称は、 渚号、運行ルート、編集停留所は、以下の通り、名の浜駅北口から、名の浜大戸九大宿舎前大聖の松原、大西の松原海岸大谷、土砂だれ海浜公園前から、今宿郵便局前から、今宿駅、水間宿、名の浜駅行き、今宿、今宿野外活動センター行き、青木入り口青木から上青木本村加納学宮前、加納町。 今宿野外活動センター名の浜、今宿駅間では、旧国道202号を海岸沿いに東西に進み、今宿駅、今宿野外活動センター間では、今宿駅と、加納武市、高祖三北六の住宅地の間を南北に進む。基本的には、昭和バスが運行していた名の浜、今宿間と今塾、今宿、今宿野外活動センター間をつないだ形となって、おり、 停留所も昭和バスのものを使用しているが、運行開始にあたり、以下の点が変更された。停留所の表示板は昭和バスのものを流用しているが、新設された名の浜駅北口と今宿駅では表示板を申請している。運行本数、編集平日の始発便と終着便各一往復のみ、今宿駅発着で、それ以外は名の浜駅。 今宿野外活動センター間の運行、運賃、編集区間制。運賃区間は、名の浜駅体制の松原海岸、大谷、青木陸口、青木、今宿野外活動センターの3区間に分かれている。同一区間内または隣接停留所までの移動の、場合は160円、2つの区間にまたがる。移動の場合は260円、3つの区間にまたがる。 移動の場合は360円。いずれも乳幼児は無料。運賃は前払い方式。利用区間を自己申告して支払う。両替機や整理券発行機は設置されていない。160円260円区間に限り、11枚綴りで10枚分の価格の回数券がある。2012年9月1日より非祝日に、限り1日乗車券、なぎさ通行手形を発売している。 車両、編集初代専用車原稿の専用車は、日野、ポンチョ、2015年12月21日に披露会を行いその後運行開始した。運行開始当初はマイクロバスにマグネットシートを取り付けて使用し、2008年1月10日からは27人乗りの日乗り S を専用車として導入し、上記の2代目専用車に代替されるまで使用された。ただし、 マグネットシートを取り付けたマイクロバスがダイソーする場合もある。歴史、編集中型バス、小型バス及びマイクロバスを保有する。ありがとうございます。